サヨテイチョウ、サヨテイチョウは、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの創作童話の一つ。中国を舞台にサヨナキドリ泣き鳥の鳴き声をめぐって展開していく物語で、当時ヨーロッパで流行していた死のわずりの影響を受けている。アンデルセンが、童話作家として充実していた時期の作品であり、醜いアヒルの子などと共に、アンデルセンの童話の中で最も有名なものの一つで、ある。 ナイチンメール、夜泣きウグイスの題名でも知られる。本作品は、新童話集第一冊に、天使、仲良し、醜いアヒルの子と共に収録され、1843年11月にコッペンハーゲンで刊行された。新童話集は刊行と共に評判を終え、アンデルセン自身も講演者のヘンリエッテ・ウルフに宛てた手紙に、 これらの話は全ての人たちから絶賛されました。全ての新聞が賞賛し、全ての人が自分で買ったものを読んでくれますなどと書いている。アンデルセンは自分の童話を子供のためだけではなく大人に読ませることも意識し、この童話集から今までタイトルにつけていた子供のためのという言葉を意識的に省いた。アンデルセンは生涯に何度か恋をしたが、いずれも成就せず、 生涯独身で過ごした。本作品は、アンデルセンの最後の恋の相手であった、スウェーデンのナイチンゲールと呼ばれたオペラ歌手、ジェニー・リンドのコペンハーゲン訪問に影響を受けている。アンデルセンは、無名のジェニー・リンドの公演と当時流行していた、イタリア・オペラを、それぞれ本物のさよなきりと細工物になぞらえて、本作を書いた。アンデルセンは、ジェニー・リンドとの恋の成就を望んだが、 彼女はアンデ、ジェニー・リンドが影響を与えた他の作品として、柳の木の下でがある。中国の皇帝の住む御殿と御苑はとてもきらびやかで贅沢なものであった。世界中の国から旅行者が中国の都にやってきて、誰もがその御殿や御苑に感心したが、その中でも御苑の林に住むさよなき鳥の声が一番素晴らしいと皆が称賛し、その声は書物を通じて、 皇帝の耳に入るようになった。しかし、皇帝自身はさよなき鳥を知らず、家来にさよなき鳥を探させる。家来の求めに応じて宮中に赴いたさよなき鳥は、その美しい鳴き声で皇帝を感動させ、宮中に留まるが、ある日、日本の皇帝から細工物のさよなき鳥が送られる。宝石で飾られた、美しい細工物のさよなき鳥は、 疲れることを知らず同じ節で美しい鳴き声を奏で、いつしか本物のさよなき鳥はいなくなってしまう。しかし、皆は常に同じ節でなく細工物のさよなき鳥で、満足し誰もがその節を覚えてしまう。それから5年が経ち、皇帝は重い病にかかる。皇帝はすでに死神に見入られており、皇帝は細工物のさよなき鳥の声を求めるがネジを巻く者は誰もいなかった。そこに、 本物のさよなき鳥がやってきて、泣き声を聞かせる。死神はさよなき鳥の美しい声を聞くと消えてしまい、皇帝は死の淵から復活する。ありがとうございます。